テーラーとはアメリカ合衆国の百貨店チェーンの一つで、アメリカで最も古い百貨店の一つである。創立は1826年である。1900年代には全米に店舗を展開するまでになったが、21世紀にはインターネット通販の広がりにより、経営不振に陥り、2019年1月2日にはニューヨーク5番街の機関店を閉店。同年には、 ルトートの参加に入った。2020年8月2日、新型コロナウイルス感染症の流行による売上悪化を受け、バージニア州の裁判所に連邦倒産法第11章の適用を申請し、経営破綻。なお、親会社のルトートも共に経営破綻している。経営破綻時点で、北米に47店舗と、 通販サイト l o r d a n d t a y l o r c o m にて展開されている。ロードテイラーソールドフ1 0 0ドルミリオンツークロージングレンタルカンパニーレトート CBS ニュース httpswww.cubsnews.com ニュースロードテイラーソールドフォーマイ1 0 0ミリオンツークロージングレンタルカンパニーレトート 2020年7月6日、閲覧。ロードテイラーエクスパンディング。マーチャンダイジングマターズ。2015年10月27日、閲覧。米ーフ百貨店ロードテイラー、新型コロナで破綻。日本経済新聞。https www. 日経 .com アーティクル。約すむぞ6 2 2 1 3 0 1点0 0 C20A8E50020 年8月3日、閲覧。米百貨店がまたコロナ破綻ロードテーラー。産経新聞。https www.3kbiz.jp マクロニュース20803 MCB2 兆80億 31019011N1HTM2020 年8月3日閲覧。 http://lt.lor.andtaylor.as/ltdocs/cariars/sistars.html ありがとうございます。